ッパマンだ。みんな我らのスッパマン。なんか今いたよね。今は誰ですか？陽子だよ。陽子さん。今なんかいた気がするの。それは私さんがやったんですか？これ？そう、なんかね、なんかこれ可愛いよ。うわっ！いた！なんかこれをつけると乗っ取られる。乗っ取られてる意識あるんだ。早速タイトルコール行きたいと思います。彼氏にもらったお金でパチンコ全突破してみた。スムーズじゃないな。そんなわけでこの間ツッパレンとダイニングテーブルをまだ変えていないから、ダイニングテーブルをね買いましょうっていうことでレンさんからじゃあ買っといてってお金を預かりました。チャリン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 六ユキチ。六ユキチ、あ、まだユキチ。まだ諭吉ですけど、前回冷蔵庫買っといてって言われて11万円いただいたです。そう、今回ダイニングテーブル買っといて6万円渡されて、家具のお金を渡してくるってことはパチンコに全突破しろっていうことだよね。そういう認識で合ってるよね。まあ、そういう認識で合ってるかもしれない。だってさ、これでもし倍にしたらダイニングテーブルが2個買えちゃうんだよ。いや、ないでしょ。1人1個でご飯食べれる。そんな食わないよ。だからそんなレンさんのためにスッパ頑張りたいと思う。わあああああ、さっきまでめっちゃ普通に喋ったから。めちゃめちゃ普通に企画説明してたから。今日も綾波レイとタッグを組んでやっていきたいと思います。レッツーパチンコ全スッパトーン。今この動画を見ているみんなに言いたいことがある。この差し込みは今レン初めて見ただろう。というわけでトイズチャンネルイベントをやるんだが、そこで人気ドッキリ企画をやっていきたいと思います。11月2日東京で1部暴露キャッチボールをする、2部元カノ暴露キャッチボールだ。そして11月9日の大阪では1部暴露キャッチボールで、2部は暴露退職だ。どの会場も違う暴露をするし、生の方がめちゃくちゃ面白いし、ピーとかないから来た人にしかわからない暴露もあるかもしれない。東京の2部には元カノがゲストで来てくれる。これを聞いたレンはきっとオフ会に来る気をなくしたと思うので、みんなでオフ会を盛り上げていきたいと思います。詳細は概要欄から飛んでぜひ遊びに来てください。さあ、それではやってまいりたいと思います。前回やり方は習ったんで、まあいけるよ。ちなみになんでこの台にいたんですか？なんかセクシーだったから。セクシーだったから。やるよ、せーの。え、覚えてるじゃん。そう、任せろ。ここに入れるね。おー、懐かしい音楽だ。もし当たんなかったらダイニングテーブルどうするんですか？どうしよう。レンレンにもう一回もらってみよう。自分で買うっていう選択じゃないんだ。なんかもう1万円分使い切っちゃったみたいなんで、2万円分いきます。はい、アムロいきます。違うかな、アニメ。前回やっぱスーパーマンはビギナーズラックだったんですね。そんなことないぞ。左口に戻してください。左口に戻してください。3万円目。3万円目。よし、いなくなった瞬間、本当にプライベートで打ってる人みたいになりますよ。サングラスかけて。絶対払わないで。あ、当たることなく4万円目に1回
いと思います。皆さんを生き延びてくれ。ツッパツッパ、テンション上がる意味わかんないから。ツッパすることに意味がある。泣けたの方が嬉しい。ツッパツッパ、わかんでも入れるのかさ。戻してください。あっちゃ1万6000円分楽しんだ。ということは、あの負けてた方が楽しいタイプ。プラスだ。スーパー、スーパームーチョ大好き。あと、なんかお前の仮面飯。あと、怒られないためにビールを2缶もらってきた。あとね、レップルもこれで許してもらおう。それでね、1万6000円分を、まあ、元取ってる。うん、あいつに電話して呼ぶわ。ツッパが電話していいかな。もしもし。あ、もしもし、ツッパだ。え？ツッパだ。ツッパ。ツッパです。ツッパ来た、ここで。助けて！レンレン助けて！ツッパに捕まった！いや、お前だかそれ。お前、静かにしろ。さもなくば、この梅干し食うぞ。やめて、やめて。スッパのヤンキそれ。住所送るから来てほしい。いやもう住所いらねえよ。お前やったあれ、もしかしてそれ。もう分かった、もう分かってる。なんだ。いやお前あれだべ、テーブル代。いやまあまあまあ大丈夫だよ。だって別にツッパしたからといって結果はどうなってるか分かんないや。それで行くわ。もう飯食おうとしてたのにもう。待ってます。頼むぜ、勝っとけよ。絶対勝ったよ、勝ったんだろ。やばいやばい、勝ったんだろうなって。圧が電話から来てた。一緒に頑張って戦った身としてはやりきった。だから蓮にはあんまり怒らないでほしいなって願います。そんな願いを込めて待っていきたいと思います。うわっ、トウサングラスの設定がもう分かんないんだよ。トイズチャンネル、あれからどんぐらい経った？マジで中堅8校ぐらい待ってる。中堅ツッパ、あ、来た来た来た、やばいやばいやばい。
ワンワンワン。あ、今日は家具を買うお金で全突破してみただと思った。何、なんで毎回ここなん。カメラ回せる。ああ、そういうこと。許可はここしか降りねえのか。許可取ってます。で、何、結果が知りてえんだよ。だって俺いくら渡した、あれ。6万円です。6万円。6万円って知ってる、お前ら。1万円が6個よ。前回のボートレースの半分くらい。いや、待って、お前ら、ちょっと待って、あのさ、ね、でかい方と比べないで。俺にあの机欲しいって言った画像、何あれ。いや、あれは本当に欲しいし、買いに行くよ。買いに行けるかどうかはもう今日次第やん。その机が広くなるか、ちょっと狭くなるか、もう全部なくなってる。なくなってる。え、待って待って、金額に合わせた机買うの。だからもし倍になったら2個買うの。1個、うん、じゃあそんなレンさんにツッパから発表していきたいと思います。いや、頼むよ。俺なんかこの企画呼ばれるだけなんだから。うわ、なに、え、よう、大城。大城よくぞ来たな。うん、来るしかないでしょ。ツッパから早速報告したいと思う。そんな生きてても負けてねえよな。なあ、頼むよ。発表しよう。お、え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 、お、え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 、チャリン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 、44,000円分。負け取る、負け取る。減ってるやんけ、おい。ちょっと決め台詞まで言わせて。ほぼ1000円。ちょっと決め台詞まで言わせて。きついわ。チャリン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 、44,000円分。な、その名も4が合わさって幸せ。しばくぞ。6万円全部入れたの。うん。で、その結果が出たのが4万。うん。全突破をしてんだ。うん、全突破した。うん、返せ。だからこうなると思ったから、年にプレゼント、うん、景品やろ、絶対。絶対景品やんけ、おい。はい、どうぞ。はい、1つずつ紹介して。ビールとレッドブルは分かんの。うん。まずこれ何。これ俺の。お前さ、おい。俺のだってパターンあんの。え、何それ。これは俺が、コンビニ一緒に買った後のそのノリ。何。俺のって何それ。唐揚げボトル感じ。何。スーパーマンがゴータも好きなのいいよって言われたの。残り1個。ちょっと待って、お前さ。いや、だってさ、付き合ってくれたしさ。お前の金なの、もうそれって。これ何。これは私の、え、スーパー、あ、スーパーの大好きなやつ。いや、スーパーマンじゃん。ずっと酸っぱいの集めてない。俺何、レッドブルと酒だけ。だけっていうか、だってさ、一番好きなやつ。いや、半分取られたよ、今。何これ、最初から抜いとけよ。でも一番さ、高いやつ。え、でこれいくらな。え、これ126玉。あ、円でいいや。店員か、お前。いくらですか、何円。わかんないよ、この3巻でいくら。これは65玉だから全部で300弱玉。あ、300弱玉は多分2,000〜3,000円ぐらい。じゃあ3,000円とするやん。これ3,000円くれたのね。で、お前さっきのいくらだった。40玉。ちげえよ。え、44,000円分。44,000円足す3,000円は、え、何円だ。47,000円分、うん、ラッキーセブンだ。いや、そこじゃないよ。とりあえず今日エヴァンゲリオンで、でも44,000円分幸せ。あと13,000円分くれたら、うん、13,000円分もう一回頑張ってくる。だから、待って待って、あのさ、おい、なんでこれ。エヴァンゲリオンの走り方しなくていいから。え、合計今までお前ら何回もやってんじゃん。どっちが多い、勝った数と負けた数。パチンコだけで行ったら、トントンじゃないですか、本当。だから前回がちょっと勝って、今回はちょっと負けたから。あ、まあまあね、スロット入れたら。スロットは負けちゃいますよ、2回連続負けてるから。もうやる。あ、違う、スロットとパチンコ分けないで。いや、別物だよ。テニスとバドミントンと違うぐらい。もう腐ってんじゃん、お前。腐ってんじゃん。ちなみに6番全部終わって、ちょっと負けてるって。だってヨコさんに1000円くらい自分のお金で、もうちょいやったらって。待って、あの、その1000円入れたから、そっか、お疲れ様とはならないのよ。取り返そうと頑張って。1000円で60分の1、俺の。何、もう、お前困ったら出すなよ、そのキャラ。おい、困ったら出んのか、それ。もう帰るわ、負けたんだ。もうお前懲りた方がいいよ、もうそろそろ。やめとき大事だよ、ギャンブルは。オッケー、やめる。ツッパ、今日の反省を生かして頑張りたいと思う。頑張んなよ。ツッパ、これ食べて元気出す。撮影会でやれよ。いる、この絵。絶対いらんくない。いや、許さねえよ。これで許さねえよ。何、何。
やばい、またツッパが乗り込んできた。大丈夫やだ。何何、なんかこれをかけるとツッパが乗り込んできた。前までなかったやんけ。うわあ、またツッパが。よかったよかった。このサングラスを外してください。ちょっと待って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 よ。全ツッパマンだってやるか。